じゃあそんないろはちゃんに質問していいですか、うん、はい、お願いします。初配信見た時に、うん、運動が得意とのことでしたが、うんうん、体力がありそうだなと思って、なんかチューチューエピソードあったら聞きたいな。あー、ね、体力か。この体力は正直風間は普通だと思ってるから、これはつよつよになるかどうかわからないことあるな。あー、つよつよ、あのね、普通だと思って。ちなみにそれはどういう基準で？風間は結構あの買い出しとかね、食料の調達に行くときにあの、うん、ランニングシューズ履いて走って買い物行くことが多いですね。走って、うん、うん、は走っていく、そうで、ま、近くにもスーパーある、うんうん、そう、もうね、都会ってすごいね、いろんなとこにスーパーとかコンビニとかいっぱいあるけど、必ずね、いつも行ってるところはあえてちょっと先の遠いとこに行ってて、そこまでの距離がだいたい3キロメートルくらいを基本的にはほぼダッシュで走って買い物に行ってるのがある。みんなわかりましたか？これがね、うちの風間いろはでございます。これで、ね、普通って言っちゃうんですよ。いや普通でございますよ、結構ランニングは普通にね。いやいやいや、おかしいだろ。なんであえて3キロダッシュするんだよ。近くにあんでしょ。もう結構近くにあるけど、ちょっとなんか走りがいがないな、多分近すぎて。いやいやいや、違う、走っていかないんだよ、普通は。走りがいがあるなーじゃないんだよ。やったやったーじゃないの。違うの？違うよ、いろはちゃーん。え、そこが好き。ありがとう。ね、やめて、ほんと照れるから、普通に照れちゃうから。やめて。え、もう可愛すぎてちょっと高まっちゃうなぁ。あ、そう、でもコメントでも言われてるけど、荷物抱えて普通に走るでござる。ただ、うん、卵買った時だけは走らないようにしてるでござる。あえてリュックとかで行くでござるな、買い物は。あーね、3キロを、だから、走ってって、スーパー寄って、うん、買って、また3キロ走って帰るんだ。そう拷問じゃ。え、拷問じゃないよ。普通にトレーニングの一環でござる。いやいや、拷問だって。絶対死んじゃう、普通の人は。いや、やっぱ強なんだなぁ、いろはちゃんは。ホロックスのメンバーで一番体力はあるかもしれないでござるな。いや、それはそう。ね、耐久系の配信とかね、結構長時間の配信も頑張りたいと思ってるでござる。うん、めちゃくちゃ応援してるわ。ありがとう。寝転がりながら。うん。高本も今度一緒にリングフィットアドベンチャーやろうね。やめて。ちょっとやめな。みんな待ってると思うでござるよ。ちょっとやめな。あんたそのさ、視聴者煽りみたいなのやめな。よくないよね。やる流れなっちゃうから、みんな、もう調子乗って、やれやれ、坂本ってなるから。まあ、いつかね、風間のうちに来たら一緒にちょっとね、やってもらったり。まあ、その時は。ね。ちょっとさ、本当にゴミでいい？マジで何もできなかったら、ごめんね。いざって時は風間のこと横から応援してくれてる係でもいいでござるよ。あ、わかった。じゃあ、フレフレするわ。あ、やったー。じゃあ、現地取ったでござる。応援する坂本。そう、チアリーダーになる。チアリーダー、坂本。